まんま来るのがちょっと嫌で、いないなと思ったらいた。登場しました、お待たせしました。この配信の主役、カイコカーでございます。配信のね、コカーに救われた。ほんまメイクバチ、今日は公演してきましたから。花だれ公演お疲れ様でした、ありがとう、楽しかった。オリックスの山本由伸がノーヒットノーラン達成、2年連続みたいな、え、違うっけ、初じゃないよね。こんばんは、8時からの花火見た、いや見てない、え、どこで会ったん、え、広島、席終わりました、やばい、こんばんは、お見送りでプチお話し会状態、ありがとうございます。今日さ、あのお話、違う違う、あのお見送りもね、ちょ、久しぶりの花だれ公演だったんですよ、5月ぶりらしい。こんばんは、久しぶりに見に来てくれる方もおったり、あ、コカが久しぶりじゃけライブに来たって言ってくれた方もおったり、めっちゃコール聞こえたり嬉しくて、アリちゃんとのあやぱの生誕祭本当と楽しかったですよ。そうで、お見送りの時はなんか最初の子詰まっちゃって、あの渋滞起きちゃって止まっちゃって、そう、その時ね、ちょうど目の前にコカ推しがちょペンライトをなんかちょっと時々変えたりしてたんやけど、それも見てたんやけど、ちょっとコカ推しが止まって、え、ちょっとペンライト変えとったよね言ってみたり、コカのパフォーマンスキリキリで本当笑顔になった、めっちゃ見ました、見てた、そう、渋滞が起きて止まってお話ししてました。わし、いや、わしが変えとるのを知らんよ、ちょっと待って、変えてたんですか、ダメやな、お疲れさです。渋滞っていうか検問、検問？検問？いや違うよ、私がちょっとやめて、門番してみて。最高に楽しかった、ありがとうございます、お疲れ様でした。今日はね、アリちゃんとアヤパンの生誕祭じゃったんやけどさ、なんか普段さ、アヤパンね、おち、アヤパンの歌声がほんまに好きなんですよ。いやこれね、多いと思う、アヤパンの歌声ほんまに好きで、なんかシャンダラン、いや違う、あのね、まねできん、透き通ってる、なんかなんて言ったんやろね、声がなんか透き通ってる、かわいい、シャンダラン、あー、こんばんは、透明感めっちゃやばい。お見送りで本当は会話したかったけどね、お見送りじゃけん、いやもう、そしたらじゃあお話変えたりしかないね、待ってるよ。いや、ライブ見てもっと好きになってくれたらいいな、みんなが。うん、カープ負けた、待って、もうそれさ、カープ負けた、ほんまに。お見送りで中継されたりね、した川又ちゃんとの短寿植物はふわふわでよかった、二人とも可愛くてほわほわで、あの曲の雰囲気にすごい合ってた、雰囲気にね。負けほー、負けほー、ちょマジで、お見送りでできんかったけど悲しかった、なんかね、あのタイミングはね、なんかった、ね、サラピのアリサちゃんエピソードが何やったかな、音、あの運転免許どうみたいなね、運転免許取りたくなった、結構大変よね、運転免許でも取るのって。マジック3つ減りました、一気にね、やばい、
アコールしてる自分が最高の好き。ほんま超絶ライブ楽しかったよかった。一番後ろの席だったけど背高いから普通に見えた。こっちからもね見えたよ。一番端で端でも見えたよ。ハンドル握ったら性格変わる。ここはもう暴言吐くタイプ。いや言う吐かんやろ。こんばんは。暴言はね、でも社長もし人によるんじゃん、一緒に乗る人。やっぱりお母さんとか乗せたらちゃんと、もうやばい、ちょっとちゃんとせんといけなるけど、あの父さんとかだったら確かに分かるな。なんか父さんにさ、なんかあれこれ言われたらさ、いやもううるさいってなる。父さんになんかあの運転中話しかけ、話しかけるけミスるんだってとか言うよ。話しかけるけ危ない運転になるんだってとか言ってしまう。多分父さんにだったらね、ごめんね父さん。まあいいよ別に父さんでいける。運転するときめっちゃ緊張してさ、緊張してあの何緊張が取れた時が危ないよね。恋法負け法カープに2連続負け法。こんばんは。みんな普段運転とかするんですか？なんかするんですか？この下番と今日あったライブの周辺が結構激混みだったみたいな。山本由伸選手のうのうすごい毎日してます。毎日運転する。だってオンラインお話し会の時さ、だってさ車からの人多いよね車からさオンラインつなげてくれる人多くないやっぱりさあれじゃろ、車ね、免許持ってない、私は持ってないし、なんか身分証明書提示してくださいって言われたときに免許出したい。船も運転できる。え、すごい、船舶免許。そういう企画があればいいのに。仕事で運転します。あ、そうなん。原付取ろう。原付バイクがいいなら、なんかさバイクさこか、私バイク乗りたいよみたいな前回言ったらさ、みんながなんか危ないよとかね、こか危ないきやめた方がいい、なんかちょっとね心配されて、え、じゃあそうなんて危ないって。まあ確かにバイク体がね、なんかもう身のまんま、あのね、まあ確かに分かる、いいって。じゃあ自転車も危ない。まあ自転車も速度が違うか。確かにコカーにバイクは危ない。あ、私にバイクが危ないの？いやそれもみんな共通じゃなくて、私がバイクする系危ないってこと。三輪ならどう？いやそういう危ないじゃないよ。行こう。あのなんかそのバランスが取れん危ないってわけじゃなくて、なんか事故とかにあって怪我して危ないっていう意味じゃなくて、いや自転車三輪車はもうさすがに乗らんやろ。乗って自転車やってみんな危ないの一緒か。恋法負け法コカは滝馬が似合う。え、それ喜ぶ感じ。こんばんは。みんなお話し会撮った？ツーショット撮った？お話し会撮った？ほんま？こんばんは。おお。
オンラインも撮った。オンライン。追加ました。嬉しい。嬉しい。幕張。嬉しい。そういえばスーツ、そう、私お話し会でスーツ着たくて、取り回し券買い増ししますか。こんばんは。私のお話し会嬉しい。スーツ着たくて、もう10月の一番最初の日に着ようかなって。ちょっとなんかこれからよろしくお願いします。明日こそ安心に勝ちたい。間に合うよ。でも最初にさ、悩んどるよね。リアルでスーツちょっと恥ずかしい。こんばんは。そう、それでツーショット撮るの恥ずかしくて。いや、ビキニないけ。あのね、ビキニ来たらね、多分あの完売する。やめて。ビキニ来ませんから。こっちもスーツ着ない。いやね、なんかでも見てみたい、スーツ姿のみんな。でも時々さ、お話し会じゃないわ、ライブもさ、スーツ姿でさ、あの来たりするじゃんか、みんながお仕事の、いや、ビキニで完売してしまう。おもろ、それを想像したらおもろすぎる。完売するか試してみる。いや、試さ。あの STU 事務所 NG が出る。逆にめっちゃあれ、めっちゃ着せさせられると思うよ。ファンも水着はやばい。寒い、秋とか冬よ。お疲れ様でした。ありがとうございます。ファンもこっちもビキニか。ビキニなら申し込みたいで。ほら、もうおもろすぎるやん。もうおもろすぎる状況になっとる。いや、これセココアじゃない。社長に言ったら、事務所の社長に言ったら、いやもうバンバンやりなよとか言われちゃうから、やめて。今来たがビキニがどうした、尋常じゃない話か。いや、もうさらっと流す話、もうここはさらっと流す話ですよ。やめて。あー、どうなんだろうね、アクリル板あるのかな。リアルは握手じゃないよね。握手はできんのかね、握手会。リップ変、ちょっと赤い、自分のリップじゃない、確かに。でも私お気に入りのリップなくなっちゃったんやね。どこ行ったんやろ。いや、あそこにあるな、あのカバンの中にあるかな。え、こっちかな、どっかのカバンの中に、どっかのカバンの中に入ってるな。ちょっと、
出しました。なんでここ絶対ここにあると思って、してからみたいな感じで言われてしまう。あなた思考法怖かったのだと思う。くさああ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 あ腹筋バキバキ椅子、いやツボウケる。髪型かわいい、ほんまよかった。リップはなかったけど髪型を見せることで、ところ髪型を見せることができて嬉しいでやんす。デアンスとか言ったことないんやけど、急に何？いこれ好きじゃないんやけどつけるね。で昨日さ片付けとったらさ、あのさうちのさ親戚さ、あネネがさ BTS 好きって言ったやんか。喧嘩中なんだけどさ、あの BTS のシュガっていう人が好きなんですよ、ネネが、あの親戚の。でさネネのさ鏡をさ掃除しとったらさ、あのリュックからさネネの鏡が出てきて、これ BTS の何これ BTS21? みたいな、あの親戚の推しのね BTS のグッズ持って帰ってるけど大丈夫？もしみんながさ SDU のグッズ勝手にメイクが持って帰ったら怒る？どういう気持ち？間違えて持って帰ったというか、なんか大阪出かけるときに借りて、でもなんかメイクめっちゃこれのおかげでしやすかった。使わせてもらうわ。速攻返すの気持ち借りま速攻返すの気持ち、いや推しのなら怒るなって、なんかあのじゃあのST48 の海国家の何々じゃなくて ST48 の何々グッズメイコが持って帰ったら怒る。でもまああの何も言ってこないんですよ。で推しのだったら怒るけど、別に推しとかじゃなくて ST48 のグッズだったら別に怒らないよね。まあ物によるか、まあその高いものを持って帰って、以後信用しなくない？ちょっと待って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 、め家族でもうちょっと、まあなんか姉妹みたいなミスもんで、ちょっとうちの花嫁新曲のん福岡のツーショット撮影の応募したい。おー福岡でも今回できますからね。ちょうどツアーで行ったけさ福岡STU グッズ、STU のグッズって怒らんか。今度返します今度大阪行ったら返します。警察案件、泥棒は始まりですよ。ん？あや来い、ほー巻きほー。
また福岡で会えるね。福岡楽しみ。福岡美味しいものがいっぱいあるんじゃろ。返さないの？返す。もしかしたらいいよって言われるかも。これあげるよって言われるかも。恋の始まり、恋の始まり。福岡明太子とか、明太子とか、でも明太子が好きじゃん。言っておくのがいい。あとで言っとくね。こんばんは。頭になんか寄生した。いや言い方ね、寄生ってやめてた。今日さ、ポケットティッシュ使い切っちゃった。いっぱい涙がね出る。なんかずっと眼科に行った方がいいのかな。なんかね、左目からずっと涙出るんですよね。なんか逆まつげになってて、多分で、あの、わかる？逆まつげ、目にね、定期的に刺さる。カープいじみしてほしいね。頑張れカープ。またね、目になんか入っちゃった。こんばんは。一風堂豚骨ラーメン福岡。福岡で一回だけ、なんか沖ちゃんとお仕事の時に、あのお仕事場の近く、お仕事のスタッフさんが、あの何紹介してくれた。え、ミステリー特別編テレビでやっとるん今。ツーショット当選したよ。おー嬉しい。そうなん？始まったばっかり？え？ TVer で見送り配信とかないんかな？こっちの TVer で見れたりして。あ、やばい、ピシならベッドタイム始まるかも。マイカ、マイカから。TVer 見ます。あ、充電がないわこれ。 TVer のポーピーポーピーね。来た、ピーポーが。ミステリーミステリー、リアルタイム。リアルタイムない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 。日テレ系？ TBS？ビバント、ビバ、お、やっとるやっとる。え、長くない？11時半まであるけど。フジテレビ、フジテレビで。最初のビバン、スペシャル。映画の宣伝も兼ねてね。録画するって。これ最初のやつ抜粋されていくのか。こんばんは。
見たいのは山々じゃけど配信しよう。ハートいっぱいありがとう。いやー、あやぱんの声いいな。この配信はここはスペシャル。そうよ、トッピングみたいに言わんで、お好み焼きの、うん、この配信はコシスタ、ここはスペシャルよ。ここはスペシャル。あやぱんと顔似てる？ほんま？嬉しい。かわいい、あやぱん。コメントができん？今日花火があった。え、私知らんのやけど、なんで？どこで？さっきも言っとったよね。夜8時から8カ所くらいで。知らんかった。そうなん？そうなん？そうなん？食べとこ。お話し会受付。知らんかった。こんばんは。カープ勝てば花火上がる。いや、カープ今日負けとるけど花火上がったやろ。なんで？私ちょっと今日ね、オンラインお話し会のじゃない、オンラインお話し会の服を考えてみたんや。11月23日のお誕生日直前、ティアラをつけて、なんかメンバーがねやっとるのを見てちょっと憧れたんですよ。でちょっと誕生日っぽくって言って、あ、映るかな、ローラの視界でお姫さんみたいにするので、11月23日オンラインお話し会で、12月16日は12月、あ、寒いかな、この時って。暑い。12月のカンガルーみたいなさ、マフラーつけて、なんかこういう耳のやつつけてとかやりたいんよ。冬っぽく。なんか12月ってザ冬？ 12 月一番寒くない？そんなこと。 1時か、してない、してない、今してない、先頭怒られる。で、2月4日はテーマ、2月4日のテーマが悪魔で、2月18日は天使、黒と白、真っ黒と真っ白。いや、悪魔の日はね、めっちゃ意地悪するよ。どうしよう、ちょっと待って、このコンセプトを知らずにお話し会来た人がとかね、考えたりするんですよ、私。あの、深読みじゃないけどさ、ちょっとここからの潮が見られるかも。みんなお父さんだと思ったらいけるわ。お父さん、意地悪する、意地悪とか、愛こじだとか思ったらいけるわ。愛こじ、愛こじに意地悪、あ、アイコジにはね、ちょっと、ね、意地悪しようと思うけどね、あの、やり返されてる系ね。息をする、ここの人、確かに、アイコジは、あの、意地悪されてる、確かに。気づいてないだけ、ボコボコにされてる。変なコメント、いません、残念。
ブロックした。ハートありがとう。返り討ちにされてる。うん、簡単に返り討ちにされるね、愛子じは。いや、愛子じすごい。焼き払、いや、焼き払してないけ。いつの間に、いつの間に愛子じと仲良くなった。え、いつじゃろうね。なんかな、あ、でも、ま、あの去年、どこだったかな、あ、ブルーレイブで生誕祭した時にさ、愛子じに、私愛子じにあの MC でなんかちょっと勝手に振られたんですよ。ココアさんは私のことを好きって言ってくれるんですけど、なんか私がいない MC でね、私が衣装に着替えてる時の MC で、私ココアさんは私のこと彼女にしたいランキング1位とか好きって言ってくれるんですけど、やっぱりどうしても年下の可愛い子供にしか見えなくてって、いや別になんかその彼女にしたいランキング1位とは言ったけど、別に告白してないのにチャレンジしてないのに勝手になんかね、なんかさ、ちょっとさ、サッカー部のね、わかる？サッカー部のちょっと男の子が先輩マネージャーのこと好きになって、ちょっとごめん、あのやっぱり何々のことは子供に可愛い弟にしか見えないんだみたいな感じでさ、そういうドラマの設定みたいな漫画で出てくるようなシチュエーションの振られ方して、勝手にね、別に告ってもないのに、あいこじ好きですとか言ったわけじゃないのにさ、彼女にしたいランキングはまあ1位かなっていう雰囲気がね、いいんですよ。昔からなんかトローブとかを彼女にしたいランキングとか言っとったけど、昔は1位だったね、トロちゃんがね。最新版はあいこじっぽいかなって、あいこじがぽいなって。小僧じゃからの、いや小僧だったとしても別にトライしてない、トライしてない、いいんよそれで。そう、3年の愛子じと1年のココアちゃんって感じの、いやほんまにそうなんよ。愛子じになりきったら悪魔できます。3期にまで子供扱いされたら泣く。いやあのね、泣かんけど、あのすでにね、いやなんかね、あのひーたん、森末姫奈ちゃんおるやん、ちょっと私より年上のね、あの3期生が1人おってお話ししたんですよ。なんかカラーズって広島のブルー、あ、それこそブルーライブのイベントあった時に3期生と一緒になって、そこでちょっとお話ししたんよ。ここで言われたもん、なんか、いや、コカワさんはなんか可愛くて、って見た目が子供だし、なんか年齢も子供で、私よりちっちゃくて、ってじゃ、ってめっちゃ大きい声出たもん。私より年上なんて、ほんで、そしたらなんかもう先輩だけど、なんかちっちゃい子供見た目が言われました。いや見た目は子供じゃけど大人や。うん、見るからに年上って感じ、なんか落ち着きがさすごいあってさ、なんか素敵なんですよね。もったいぶってない、何ももったいぶってないよ、ほんまに。また来た。こんばんは。濃い方巻き方彼氏は、でも
そうやって話してくれる方の方が嬉しい。結構好き。踊ると狂変ギャップ。ほんま？踊ったら大人っぽい？でもくるくるは3期生からくる姉さんって呼ばれてる。え、そうなん？くる姉さん。いやでもしっかりなんか研究生ツアーの配信や公演見たよって言ったよ。なんかしっかりしとったねって。パフォーマンスとか結構なんかしっかり、なんか結構なんかね、くる姉が頑張っとったけ、くる姉さんしとったけ、見たよって。シュアの2番の A メロ、あ、あ、ダンスの先生にあの褒められた。くる姉がライブで見ると大人っぽい。ほんま？曲がかかるとね。今日めっちゃ鳴るんやけど。充電が 20%、 携帯が発熱しております。今日は絶対にお風呂に入るんだ。シュアのコカはアイドルいや他の曲もアイドルしてるけど、あの可愛い曲だけさ。いきなり手をつない、私を引っ張るように、チチここね、いつも地味に踊ってる時にチャチャンってこうやって指鳴らしてるんですよ。全く音聞こえんけど。待て、今日はお風呂入るじゃなくて、あの、ちちちちち、いつもはシャワーじゃけど、今日はお風呂に浸かるっていう意味でいつも入ってる。知らんかった。いや、これ、あんなにね、あんなに怒って、あんなにね、ちょっと言ったことあるぞ。この前配信で。ここは私は久しぶりだな。撮った？嬉しい。コカが踊るセカラシカのサビのダンスめっちゃ好き。ほんま？なんかさ、その何？コカの何々が好き、なんかコカのダンスのここが好きみたいな、ピンポイントで言ってくれたり嬉しい。入浴剤いつ入れるよ。なんかね、今レモンの大容量のやつ買ってしまってね、それを消費しよう。あゆみがニヤジョイで暗闇歌った。ニヤジョイ込んで暗闇歌った。なんかツイッターで見ました。あの回ってきた暗闇夜よ僕は綺麗事で終わりたくない。髪につけてるのはスライリーじゃん。カープ負けた。かっこいい曲とかわいい曲の時で振り幅が広がって嬉しい。かわいい曲がすごい難しいと感じる時もあれば、かっこいい曲やるのが難しいと感じる時もある。かわいいダンスを目指す時は恋法負け法、岩田ひなパイセンの岩田ひな先生のダンスを見て、あ、こうやってやったら可愛いのかと思ったり、
ひなのダンス、なんかこういうところもなんか私たらこういう感じやるけど、ひなだったらなんかこういう感じ、私だったらこういう元気な感じだけど、ひなだったらこういう感じ、なんか手もなんかこういうダンス、手の手首をこう、そしたらこういう感じのなんか急元気になるけど、ひなだったらなんかちょっと手首をなんか折ってみたり、なんかそういうところをいっぱい見て、あこういうダンスをしたらアイドルらしい可愛く踊れるんかなって。いいお手本見つけるの大事で、なんか綺麗なダンスしたい時とかはみちゅ呼んで、みちゅーってみちゅ来てーで、みちゅ来てーって言って、あそれはなんていうかな、パレオはエメラルドをやった時にちょっと難しくて、パレオやエメラルドが、パレオパレオはエメラルドが、そして呼びつけてミチ呼び出して、ミチ来てって、でもミチはすぐは来てくれないんですよ。だから結局私が行くことになるんですけどまあそれは省略して、でパレオはエメラルドのさ、このダンスがあるやん、この時にこのね、パレオはエメラルド、パレオはのパのダンスがさ、の振りの形が、自分が鏡で見てもどうしてもなんかどこに力入れたらいいかわからん時とか、動画だけじゃなんか同じ動きができん時とかあって、あここをちょっと意識したらうまく見えるんやっていうのがポイントがあって、それがどうしても迷って迷ってわからん時は、見てきてって言って呼びつけて、根拠私がそこまで行ってちょっとパレオを踊って、パレオのサビのあそこからちょっとやってって言って、こうやってこうじーって見て、ふん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 、おーなるほどそうやればいいのかって言って、パレオはエメラルって一緒にやってもらって、あなるほどできました、ありがとうございました。みちに聞いてみて、コカにパレオはエメラルドのサビの振り踊ってって言われたことあるって。ピッチャーと私のダンスの緩急ちょっとやめて、比較対象じゃない、おみちゅなら間違いない、そうよ、ダンスの先生もみちゅの頼りしてる。 STA の子は初心者でもいけます、本当楽しいですか、ないって言われたらそれ嘘、北海道展のチラシ輝いた人でインパクト、勉強も教えてくれる道、いやもう学生時代の頃はね、中学生、あ小学生、いや中学生の頃は中学生の頃は夏休みの、夏休みずっとなんかツアーとかさ、ライブフェスとかでちょっと忙しくてちょっと忙しかった時あって、中学生の割には遠征先にもうほぼ教科書とかほぼね、キャリーケースあるやん、こう半分の半分教科書と、半分の半分4分の1は教科書と宿題スペースを作って国語算数英語、あと願った日記とかを、詰めてドリルとか持って行って
めっちゃ重いけどキャリーじゃけ大丈夫で、あのトロブはトロブには国語やってくださいで、ミチュには算数やってくださいで、そうで、ミユミユはミユミユにはあの英語の答え写してください。いや、ミユミユが答えたらさ、もう全問不正解になっちゃうからあのちょいちょい間違いながら英語を写してください、英語の答え写してください。私は日記を、いや、オチとかじゃなくて普通に本当にそうやってもらうために、そう、ほんまにね、面白い写してやって、愛子じにお願いしてる説教され、その頃愛子じとかおらんかったけんね。いや、なんかさ、でももしさ、その宿題をさ、宿題をなんか後輩に やってもらって、なんかちょっと後輩にね、なんかそれちょっとなんか同期だけ頼めたいで、いや、面白かったわ。学生時代は学生時代でね、結構楽しい思い出がありました。メンバーもうなんかその学生だった私結構新鮮で、で、新鮮で面白がってくれて、あのテスト終わったら、あのおきちゃんにテストの点数を報告しに行って今回の中間テスト見て点数良かったんよって、期末テスト全然ダメだったんよとか言ったりして。おきちゃんはね、なんでおきちゃんにね報告するかというとね、どんな点数取っても褒めてくれるんよ。ツイッチテストへのモチベが上がるので。塾開けんやろ、塾開けるよ、こんばんは。そう、おきまま、そう、その時におきちゃん、やばい、お母さん母性を、も母性が芽生えてしまった、その頃から人を巻き込むのが得意巻き込んだった、こんばんは。頭にスライリーつけてるよ。おお、ココア、ヤッホー、かわいい、嬉しい。もし教えるなら担当科目は何？え、私が？私何がいいかな。あ、社会、おい、道徳やばい、道徳の先生やばい、社会って結構さ教えるの好きなよね。レオ法だって、レオ法勝った、地理、歴史、え、現社、現代社会でもね、歴史とかもね楽しそう、教えるの。なんかね、社会のあれ何やったんやろ、地理じゃない、地理、あ、簿記もね得意になった、あ、簿記よりパソコンの方が得意じゃった、情報処理の。英語もね好きだったな、マジで英語めっちゃ好きだった。てか英語の先生がなんか高校の2、3年生の英語のあの教えてくれる先生の授業が面白かった、やり方がなんか自分で考えさせてくれる感じ。そう、開放、あとは理科の実験、理科の実験好き、大好き、ありがとう。理科の実験の授業だけ
あね、ああってなんだか、なんだっけ、理科じゃなくて地域公民ってあった、あれはなんだ、地学なんだか、あの地球の起源とかさ、月がなんとか、地学か、地学じゃん、地学好きだったんよ、地学のその地学も先生が好きで、そのもうおもろくて授業が、あとね科学、理科じゃない科学、あの植物、なんか光が当たるところによってなんか細胞とかさ、働く細胞のアニメを見て、じゃあこの子が赤血、この子が白血球、この子が血小板、そう血小板ちゃんとか、その生物か、生物の授業とかめっちゃ好きだったんよ、その先生が面白くて、ヘモグロビンね、そう懐かしい、働く細胞の、見たんよ、アニメをね、授業で、働く細胞懐かしいよね、めっちゃ懐かしい、でもあれ結構人気なんじゃろ、私あるよコスプレ、血小板ちゃんのあれ付きの、カツラ付きの、授業で見た、みんな授業で見ろ、 NK 細胞、そう先生次第、なんか面白い授業を先生してくる、あ面白い授業をしてくれる先生が好きだったんよ、中学の時もなんか社会の先生で、なんか悪魔みたいな喋り方のちょっと変わった先生で、結構もう50歳とか何歳って言ってたら、それが本当かどうか分からんけど、でその先生がもうなんかもう盛り上げちゃったというか、なんかめっちゃ面白くて可愛くて、いや悪魔みたいな笑い方するんよ、なんか何年何年何々が起きましたみたいな感じだから、なんかもう笑い全部つまないよ、いや、わがはいとか言わんけど、わ全部わしゃー、わしゃーなんたらかん、わしっていうね、なんか、そのなんか、こう、バン、この時に、なに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 、なになかっけっけっけ、みたいな、かそういう、なんかね、ノリがさ、え、これ何の授業だったみたいな、劇、なんだみたいな、I miss you, I want you。いや、笑い方が強い、でもなんか最初はさ、最初から超えないよ、もう最初からこうだったらさ、結構何決勝番地はめっちゃ似合ってた、いやなんか最初からこうだったら最初は驚くやん、え何この先生大丈夫みたいな感じでみんなはざわざわしとるんやけど、私は一人でキャー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 って感じで、こう最初から結構ね、その先生がおもろくて笑ってて好きで、で苦手みたいな子も多かったんよ最初の頃はね、だけど私が笑って、えっここは何がそんなに面白いみたいな、えっいやちょっと待ってこれめっちゃおもろいよって、えっこれって60分50分50分間あのテンションでずっと喋り続けるのもうめっちゃすごいと思うよって言ってからさ、ほんまにずっと、いやなんかパフォーマンス公演楽しかった、ありがとう、いやマジおもろくて癖強くてすごい好きだったんですよ、コカはキャラから入るタイプ、え、そう、もうその英語のさ高校の先生も、あの
やり方が面白かったって言った、その先生もなんかね、もうほんまにこんな人ってほんまにおるんやっていうぐらい時間に忠実で、なんだろうな、ここまで、ここまで、こっからここまでは7分で話す、その次こっからここまで3分自由時間を与える、その後5分間をフリータイムでみんなと喋り合わせるで5分でもう全部きっちり、なんか全部が計画的すぎて、なんか柔軟にとかじゃなくて、それがすごい嫌だみたいな人もおった、す子もおったけど、私はいやすごくないって、なんかそんな人おったって、今までそんな先生に出会ったことあるって、めっちゃおもろいやんって、なんか自分がさ、この時間だってだけはあのこう時間にめっちゃ縛られて、この英語の時間来たって、次はなんかもうその何、この難しい単語探してくださいって英語の辞書をさ、そう英語の辞書で例えば uncomfortable 探してくださいって言われてさ、最初 uncomfortable とかさ言われてもさ、探すのが難しいじゃん、 UUN って言って探すのがさ、探すの難しいのに、これを1分で探してくださいって言ったら、誰も見つかってないけど1分経ったらもう進めるんや、はいじゃあ見つけた方いますか、はいいませんねって言ってから、じゃあ心地よく、なんか心地深い心地よくね、普通になんかもう答えを言っちゃうんですよ、誰も待たない、なんかついてこれないなら置いていくスタイルいやそれがおもろくて、ほんまに、いやほんますごいなと思って、負けたくない感じ思ったし、逆にほんまにこれがみんながずっとついていけんかったらどうするんやろって思ってみたり、いやなんかなかなか面白かったなって、マイペースすぎる、かっちりしすぎてかっこいい、かっこいい、こんばんは、追い抜いてやれ、いやその精神だったよ、だってそのせいで授業を予習するようになったもん、マジで、っていうか今日はここの教材やるなと思ったら先に見とく、めっちゃ厳しかったんよね、全部がこの50分間全部あなたの一挙手一投全部評価につながりますみたいなことから始まるんですよ、怖ってもう怖って感じよ、もう最初から怖って、コカが先生になってもおもろそう、いやおもろいかね、なんかめっちゃ頑張る日とめっちゃ頑張らん日とか作るかも、なんかもう今日だけはほんまに頑張ってみたいな感じ、それが先生にとって頑張ったもん何ほんまにおもろい、そう一挙手一投が全部いじられまくって授業始まらなさそう、いや確かにカープの話題から入るかもしれんね、今日はカープが、昨日はカープが負けたので宿題2倍です不機嫌な日は、コカー先生で、コカー先生って呼ばれるんかな、下の名前で呼ばれてた先生おった？なんかでもさ、先生にあだ名とかさつけられるやん、ジップで閉めるの、え、ジップって、いや閉めんやろ、どんな先生の、お、どうなんかな、なんか生徒内だけの先生のニックネームの呼び名とかさあるやん、あ、かいここね、あ、裏ではね、かいここね、いやーなんかちょっとそ、いや、八つ当たり先生じゃないよ、まあ、カープによって、うん、八つ当たりから、コ
母ちゃんって呼ばれてるかな裏で、もし先生やったら。どう、ジャケ先生とか呼ばれんやろ。あだ名は先輩からの伝統。あ、確かに先輩が後輩に、あーあの先生、あーあの海先、海ここねみたいな。こんばんは、2019年の大阪の握手しましたな。え、ゆいゆいさんとの合同連の時か。 AKB と STU 合同握手会あったね。キングレコードさんのまたああいうのあった。あ、でもあれなのか、レコードが。今日ちょっとさ、足が痛くてさ、豆が3つ割れたんです。足に力入ったかな。 V、 こんばんは。3つもあった、2公演したけいさん。実は可愛いと思ってキュンキュンしてます。本当？やば、左目から涙が出てくる。リップこんな赤かった？どうじゃろ。赤い？携帯が 10% になってる。まあこの後は TikTok ライブをしたいと思います。このまま、じゃあ配信はここら辺で終わろうかな。ショールーム、こんばんは。恋みたいになってる。大丈夫？こっちが自分の口紅でこっちがリップよ。今日は2公演、アリちゃんの生誕とアヤパンの生誕。最初さ、イケちゃんの生誕って書いちゃってさ、焦った焦った。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、楽しい公演を、今日の公演でね、好きになった方は来てね。お話し会、お話し会ももう追加する。来てね来てね。お風呂どうしよっかな。はい、誕生日前のお話し会も祝いに来てください。11月23日がもうお話し会できるの最後なので、そう、まだ最高で一部6枚でし、6枚までしか買えない。そう、なんか公演見ていって見ました、見に行ってみました。お母ちゃんのユニット好き、嬉しい、ありがとう。緊張するけど、もしかも緊張する。眼科行くわ。左目でも行けるタイミングあるかな。福岡対策してほしいね。それも確かにね、みんな心配してくれてありがとう。嬉しい、ありがとう。味方がいますから、大丈夫だよ、ありがとう。可愛すぎるから緊張、本当？いっぱい緊張してちゃう。では
今日もありがとうございました。ランキング、こんばんは、今日は楽しかった、ありがとう、嬉しい、来てくれてありがとう。ほんまでは、ランキング13位、キブ PH、 12位サージカル、11位ノッシー、10位ツカ、9位フトシ、8位マキマキ、7位エリアス、6位バオバブ、5位コニョ、4位スバル、3位ライトニング、2位ポッポやシマちゃん、1位はハゲオヤジー、ハゲオヤジー、ありがとうございました。ごめん、なんか言いたくて2回言ってしまった。配信ありがとう、見てくれてありがとう。ではバイバイ、また会おうね、お話し会で私のこと独り占めしてね、バイバイ。